小さきものへ、有島武雄。この書き物をパパはお前たちに当てて書く。お前たちをどんなに深く愛した者がこの世にいるかという事実は、永久にお前たちに必要なものだと私は思うのだ。北海道の地で私はお前たち三人の親となった。だが私は心の乱れからお前たちの母上を泣かせ、お前たちをひどく扱った。母上が41度の高熱を出し倒れた時、私はただ青くなった。4つと3つと2つになるお前たちを残し、10月末の寂しい秋の日、母上は入院した。結核と知らされずに病室の寝台に母上を見つけると、お前たちは飛んで行ってかじりつこうとした。母上は宝を抱きかかえるようにお前たちをその胸に集めようとした。私は結核がうつってはならぬとお前たちを母上から離すのに苦心した。北国に初雪の降る夜、私たち一家は東京へ向かった。京海岸の貸別荘に母上は住み、私たちは近くの旅館から見舞いに通った。一時は良くなったが、ちょっとした風邪から母上はぐんぐん悪くなった。そして正月、母上は自分の病気の真相を知ったのだ。その時の母上の顔を私は一生涯忘れまい。真っ青なすがすがしい顔で枕についたまま微笑み、静かに私を見た。そこには死に対する諦めとともに、お前たちに対する根強い執着がまだまだと刻まれていた。それは凄まじく、私は思わず目を伏せてしまった。H 海岸の病院へ入院する日、母上は病気が治らない限りは死んでもお前たちには会わないと覚悟を決めていた。私の前で泣いたこともない母上がこの時は泣き崩れ、涙は服跡から後から流れ落ちた。その熱い涙はお前たちだけの尊い所有物だ。それから母上が息を引き取るまでの1年と7ヶ月、私たちは生と死と運命と激しく戦った。お前たちが6つと5つと4つになった年の8月2日、死が殺到した。こう思う親の心は火の光、湯より酔うてる大きさにて、母上が最後に読んだ歌だ。母の死はよくあることだ。しかし私たちはそのありがちなことの中からも人生の寂しさに深くぶつかることができる。小さなことが小さなことでない、大きなことが大きなことでない、それは心一つだ。小さきものよ、不幸なそして同時に幸福なお前たちよ、父と母との祝福を胸に秘めて人の世の旅に登れ。恐れてはならぬ、恐れない者の前に道は開ける。行け、勇んで小さき者よ。おしまい。補足。妻を結核で亡くした有島が幼い3人の子を勇気づけるために書いたとされています。どんなに辛い時にも前向きに生きることの大切さを訴えています。
よろしければチャンネル登録と高評価をいただけると励みになります。以上、4代目ケンケンでした。